こんにちは。ディナー&ティムアメリカ暮らしです。本日はメスティンでトルッテローニを作りましたというお話です。ラジメスティンで作る、パスタシリーズということでね、今回トルッテローニ、ちょっと言いづらいですね、というものをね作ったという内容です。いつものようにね、トルッテローニはですね、コストコで買いました。なんかね5つの、チーズが入っていて、見た目餃子みたいな感じですけれどもね、そんなねパスタがちょっと売っていたので、試しにね買ってみました。そしてね、前回も紹介した通り、クリーミーポタージュ、これのね、クリーミーポタージュの素を1袋、これをね、使って、ホワイトソース仕立てという、そんな感じにねしたいかと思います。そしてですね、またこれもコストコなんですが、コストコの、お買い得なベーコンということでね、このベーコンをね、うちはよく買いますね。いろんな料理にねこれを、小さく刻んで入れて、よく使います。なかなかねベーコン玉ねぎってね一緒に炒めると美味しいもんですよね。こういったね料理にはね必ずねちょっとだけでもベーコン入れるといいですよね。さてね、今回もセッティングとしては、キャンプ場でこういったもんがねできるかということで、いつものようにラジメスティンで作っております。でまずはねこのね、トルッテローニですか、言いづらいな、それをですね、茹でます。でこれはね2分間でもう茹で上がっちゃうみたいですね。ですから非常にね普通の乾燥パスタっていうんですか、あのパスタを茹でるとなると12分とかかかるので、これはねすぐできていいんじゃないかなっていうふうにちょっと思います。そしてね沸騰したところを入れましたね。本当にねすぐにねこれ茹で上がっちゃいますね。なもんですからね、本当はこの茹でてる最中に別のコンロでねソースを作った方がいいと思うんですが、キャンプということを想定して一つの、メスティンでね、やっていくということでね、ちょっとシーケンシャルになりますけれども、やっていきます。でもう2分経ちましたのでね、一旦ねお湯の方はざるにね移して水を切ってしまいます。さてですね、次ね、これからそのホワイトソース仕立てのものを作るんですが、今使うのは、オリーブオイルですね。オリーブオイルにニンニクをねちょこっと切ったやつを入れて、まずねオリーブオイルにいい味をねちょっとこう出させるために少しね炒めるというか、なんか油の中ですが揚げるというのかな、そんなねところで少しねいい匂いがするまで置いておきます。だいたいねいい匂いがしてくるんですよね。だもんですから次はねここにね、ベーコン入れましょう。順番はねどうでもいいと思うんですが、ベーコン今回はね次に入れました。でちょっとねこうくっつく感じですね。ただねベーコンですからね、ベーコン自身油がすごいあるのでね、自分自身の油でねこうやってコロコロとやっていればくっつかないで、できるようになると思います。そしてねここにね、玉ねぎですね。玉ねぎを入れて玉ねぎはねちょっとしなっとするまで炒めていこうと思います。このね
コンビって本当美味しいと思うんですよ。まあその、ニンニクもねあんまり入れるとすごいもんですから、適量でオリーブオイル、その中にねベーコンと玉ねぎって、ね、いいコンビじゃないかなと思うんですけどね。まあねこれでね少しねいい味を出しておいて、まあ本当だったらあここに生クリームっていう手もあると思うんですが、なかなかね生クリームをキャンプ場持ってくるとちょっと無理かなという、そんな感じがしますのでね、ここはねやはりねクリーミーポタージュの、まあ、元をね使うのが一番ねいいんじゃないかなというふうに思った次第です。少しねあのしなっとなるまでねちょっと炒めております。まあ大体このぐらいの時間でねちょっとこうしなっという感じになったと思いますね。だもんですからねここにね、クリーミーポタージュの素ですか、クリーミーあスープですね、ごめんなさい、クリーミースープだ、それのね素をね一袋入れて、そしてねお水を入れて、少しねとろっとするまでかき混ぜようと思います。さてね、だいたいいい感じになってきましたね。匂いもいい匂いしていますよ。これはね間違いなく美味しいんじゃないかなと思うんですけれども、さてねここでね、まあ、お水そしてねクリーミー、ソースですね、これをまず入れまして、そしてお水はねレシピ通りの 150cc、これを入れるとね、まあ、カップスープ1杯分ってなるんですが、まあ、味はこれでなんとかいいんではないかなというふうに思います。でね、これ面白いんですね。あの最初のうちはね、なんかサラサラしてるんですよ。だけどね、こう煮ていくと、ある一定の時間経つとなのかな、温度が上がるからかな、ちょっとわかんないですけど、急にね、ドロッとするんですね。これ面白いですよね。さあさあという形でね少しねこう混ぜているんですが、大体ねいい感じになってきた。まだもうちょっとトロッとさせた方がいいかなということで、まあトロトロになったところでこのね、トロテローニの茹でたやつをねこう絡めるという感じになるかと思うんですよね。でまあそれをやっておけばね、まああとは簡単にできるかなというふうに思います。まあ今回はねザルを使いましたよね、1個の鍋でやってますけどね。まあ今ちょっと考えると、例えばこれスタンダードメスティンで平行でね、コンロ2つのコンロを使って、まあ、平行でやっていて煮たらすぐねざっとこうね入れられる方がいいのかなってちょっと思いますね。まあ一つの鍋でやるっていうのもキャンプで大事なことだし、まあなるべく時間かけずにさっとやるのもまあ大事なところですかね。まあ、ちょっと何とも言いようがないですけれども、まあ、今回はね一つの鍋でということでこんなようなやり方をしました。まあ大体ねこれでね、まあ、絡んだかなというところで。今度は盛り付けということです。いつものようにね盛り付けはティナさんにやってもらっています。少しね絡んでなかったのでねここでね、少し混ぜてもらったんですがね、まあラジメスティンの場合ねちょっと気をつけなくちゃいけないのはこれ周り結構温度いってるんでね、まあ本当に火傷には気をつけないといけないなと思いますよね。まあ、ただね、まあキャンプの時はね軍手とかしてるんでね、まあ、それほど何か事故になったりはしないかななんてちょっと思いましたけれども、まあまあこんな感じでねいい感じのものができたんじゃないかなと思いました。そんなにこんなのねキャンプ飯でありました。
ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。